奈良の木を使ったリノベーションで、吉野町の店舗スペースを地域の施設として改修する取り組みが行われました。今回のリノベーションは、吉野町にある酒屋の店舗だった建物を地域の交流スペースに改修しようというものです。3月3日から7日まで、県と 官学連携授業を進めている早稲田大学の学生たちが地元の職人に指導を受けながら作業に取り組みました吉野の杉とヒノキでそれぞれ組み上げられた棚やベンチスペースは建築デザインなどを学ぶ学生たちが去年夏から地域の人たちとの話し合いを重ねて作り上げたものです吉野の山並みや製材所の風景などをモチーフに 材料だけでなく、デザインからも地域にふさわしいコミュニティ施設に仕上げられました。地域の方々がちょっと一休みしたりとか、ちょっと集まれるような場所にリノベーションをして、地元の材の良さを感じてもらえるような場所になってほしいなというふうに思っています。